はい。皆さんお疲れ様でございます。ダボンです。ダボン実況するコールデューティーワールドウォー2。今回もフリーフォーオール。ステージはロンドンドックスですね。でやっていくんですけども、今回使う銃は、唯一ね、この時代背景で僕が知っている、まあ、エマガーランドとかね、は MHA1 とか知ってたんですけども、一番多分、知っているというかね、結構人気のある銃で、トンプソンを使っていきたいなと思います。こちらですね。M1928、通称トンプソン、もしくはトミーガンと呼ばれている、サブマシンガンを使って、戦っていこうかなと思います。この銃の特徴はね、威力がそんなに、まあ、サブマシンガンの中でも普通の方なんですけども、レートが高い分類に入るんですけども、まあ、中近距離はね、この銃がいいかなとは思っています。ただね、5発切る必要なので、その辺がね、ちょっとどう出るかなっていう感じですかね。ああ、ごめん、リスボン。申し訳ない。ただ、フリフォだから許してくれ。救援物資よの到し。達点を示せ。いい。ごめんなさい。ちょっと何来るの？左いるな。爆撃砲を展開した。ターゲットの情ちょっ報をと。待っている。なんか出偵察さし機て。が索敵を行う。危ねえ。ケアパケを。ちょっと。あやー すごい熱かったな。で、ケアパケここに出したらいいんじゃない？白衣砲外れたら。あ、どう来る？危ねえ。よし。偵察飛行を終える。来る？偵察機準備よし。危ねえ。弾がね、30発しかないので、その辺は偵ね、ちょっ察機とが気索をつ敵けを行う。たいとこですね。すぐ弾切れ起こしちゃうんで。あら、うまい。本当はね、拡張グリップとかつけると、継戦能力が上がるんでいいんですけど、ドラムマガジンがあんまりかっこよくないんですよね。よし。ただ、レートの速さでガンガン押していけるので、アドバンストライフル、ああ、ちょっと、ああいうところは弱いっす。偵察飛行を 終える。4発、たんとね、多分ね、倒しきるまで打ち込むイメージで使わないと、苦しいかなという印象ですかね。危ねえ。やめてくれ。よし。もう倒せるまで撃つみたいな感じで撃つといいかもしれない。でも、ただ、使いやすい。あんまりね、慣れてない人が使うとちょっと苦しいかなっていう。近距離はほんと PPSH とか、に抑え込まれてしまう可能性が高いので、どちらかというと、中距離で、こういう距離でさばいていくのが一番いいかなと思います。ただ、危ねえ。弾が30発しかないんでね、トリガーあんまり思いっきり引きすぎちゃうと、大変なんで、残弾管理がちょっと大事かなとは。ああ、あれはちょっと体力的に無理ですね。ただ非常に使いやすいですね。使いやすい。アドバンストライフルつけるとね、また光線距離がちょっと伸びるので、その辺でね、よりまたいいかなと思うんで、今回はね、グリップと、クイックドローと、アドバンストライフルで、光線距離を伸ばして戦ってます。ああ 出入りが激しいですね、ここは。ここはね、こっち側で戦う人と、危ねえ、いてえ はしご登ってくるの気づいてなかったな、人な。よっしゃ。アドバンスライフルつけるとね、あそこでも5発キルの距離が伸びるので、危ねえ。レートの高さでね、ああいう距離を抑え込んでいくっていうイメージで、買うと、ああ、うまい。
つなられた。あ、怖い。あー、こういうリスボーンはちょっと一番怖い。あー、右側が熱いか。あ、いててててて。帰ってくるかな。あー、ちょっと。やりに行きます。あー、逃げたかな。いや、右で待ってそう。あ、あ。怖い。ちょっと早く勝負を決めたい。来るかな。おー、向こうでやり合ってるかな。コンカッション投げて。よし。足をするぞ。あ、足をする。右？左？左かな？あー、みんなの武器が分からない。リロードしよう。あー、そこいたか。はしごが上がってきたかな。そうですね。常にマガジン30発にしてるっていうのが大事かな。ほんと。まあいう距離は。おわうまい。スナイパーがうまい人多いですね。これ、右いるか。あー、怖いぞ、これ。危ない、スナイパーだった。さあ、あと2キルですね。上空に敵の偵察機。早めに勝負を決めたい。OK。みんなが何使ってるかを把握してね、戦わないと、本当にね、スナイパーとかがいると厄介なんですけども、はい。というわけでね、皆さんご視聴ありがとうございました。一番多分これから使っていくであろうトンプソンで、いい感じで戦いましたね。これ、一番最初の熱かったとこかな。これよく倒せたな。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。これからはね、このトミーギャンを使って、戦っていければいいかなと思います。ちょっとね、癖がある銃ですが楽しんでいこうかなと思います。というわけで次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。